来ましたね。RDS レーシング。どうもウィンブルドンベスト8松岡修造です。わ松岡修造だ。全カメラに行った松岡修造ってくれました。ごめんなさい、スタッフさんに言いたいんですけど、僕、はい、石橋貴明さんのタカチャンネルズ出てるんですけど、タカチャンネルズにカメラ多いのやめてもらっていいですか。そんな多いのこれ。ひどい。すごい。だってマッコイ斉藤さん超えてってますからね。確かに。はい。でも今日は私このね RDS レーシングのまさに盛り上げ、レーシング界を盛り上げるためにまあスーパー GT 公式面なんてやらせてもらってますんで、それで参加させてもらってますんで、すごい、はい、素晴らしいですよ本当に。よろしくお願いします。この番組はですね、カートの魅力を全世界に伝えるためにですね、カートの熱いバトルをここで繰り広げていく番組ですよね。ごめんなさいね、もうはっきり言っていいですよ、緊張してますよね。緊張してます。緊張するよこれ、もうハートの番組でこれ出たことないですから。やりますよ。ということで今日ね、メンバーの方来てくれてますので、最後呼びたいと思います。皆さんどうぞどうぞお越しください。さあ中入ってください、どうぞお願いします。いや一礼ちゃんとしてから。松岡修造スタイルですそれは。はい。はい、皆さん今日はありがとうございます。いということで、はい、僕の実はですね、お谷にいらっしゃる、後ほど自己紹介してもらうんですけれども、この RDS レーシング、YouTube でこういうふうにですね、こう企画を立ち上げてくれた、まさに RDS のですね、もう杉原杏里さん。ありがとうございます。杉原です。よろしくお願いいたします。ちょっとね、なぜこういうことを立ち上げたかっていうのだけ最初ちょっとね、説明いただきたいんですけども。そうですね。もともと RDS が今、アルファタウリ本田さんのオフィシャルパートナーをやらせていただいていて、モータースポーツで世界って結構変わるんじゃないかっていうのを、カートを通じて皆さんと楽しんでいきたいなと思って、今日こういう番組をスタートしたんですけども、早速、みんなの高道さんが MC なことに僕はかなり不安を覚えてます。ちょっと待ってくれ、だって今言いに来ました。いや、本当に小庭くんがボケたの拾わなかったじゃない。スーパー GT の下りの。どれ。いや、本当に今までありがとうございました。これで終わらすのやめてよ。こっからやで、まだ1回目やから、ここもうこれカットやで、これカット。いや、もうこれもう一個一個ね。高道さん、ごめんなさい、後ろの方も全部カットらっしゃいますちゃんと見てよ。なので、こういうふうにね、多くの仲間たちをこれからどんどん膨れて、もうどんどん誘ってですね、みんなでモータースポーツ楽しんでいこうかなと。別にカートに限らず、やっぱモータースポーツは本当はみんなが楽しめるもんだぞっていうのをね、伝えたいってことですよね。改めてじゃあカメラに向かってまさに自己紹介をお願いします。RDSの杉原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、すごい。では、お次、続いて、はい、シワノセンスシール石田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では続きまして、ミュージシャンの恭平です。よろしくお願いします。恭平さん、よろしくお願いします。では続き、ピクシーデザインの小西です。よろしくお願いします。続いて、はい、私この番組のプロデューサーでありレーサーでもある佐藤です。売れようとしてる。では続いて、はい、じゃあレーシングドライバーの金丸優です。来ました。では続きましてお願いします。気づいたら体が球体になってました。カレーシーです。 F4 ですよ。そうですよ。お母さん、私本当に続きまして、次あの平田です。よろしくお願いします。お願いします。続いてじゃあ優太さんいきますか。はい、キメラゲームズ代表のミイラです。よろしくお願いします。ナイキ何個つけてるんですか本当に。続いて、はい、デアレーシングの田中レオナです。よろしくお願いします。よっ、カロリー、カロリー、後ろに行きまして、はい、ファングループのミキです。お願いします。よろしくお願いします。では続きまして、カメラマンの藤本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では後ろに行きまして、キメラゲームスの川田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では最後、よろしくお願いします。ヒカルです。お願いします。いいんですか。しかもなんかもう一人紹介したい人がいるんですけど、いいんですか、紹介しても。どうですか。今日なんかスペシャルゲストが、
来てるみたいなんですよ。マジっすか。ご紹介します。何すか。スーパー GT ドライバーバケちゃんでーす。GT500 のドライバー。いやいやいや、シーズン前に来させちゃダメだってダメだって。スーパー GT 公式になっちゃって言いますけど、これちゃんとやってるから。いや、そういう問題じゃないからダメだって。いやいや、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。いや、すげーバケちゃん。ちょっとこちらに入っていただきまして、はい、うわすごいな。ただ皆さんね、まあ、今ちょっとご紹介もありましたけども、はい、今回はですね、まあ、こう楽しくレースはしたいんですけれども、今回ただこの楽しくレースをするだけじゃないっていうのをちょっとお伝えさせていただきます。いえいえ、楽しくレース、楽しくね、言ったじゃないですか。申し訳ないけど、松岡修造的に言わせるとお前ら全員甘いよ。世界目指さなきゃダメだろっていう風になってもらいたいんです。なぜかと言いますと、はい、実はですね、4月の11日富山県のおわらサーキットで開催されます走る天下一武道会北陸カート祭り2021に参加するためのメンバーをここで選抜します。みんなで参加するんですよね。いや違います、私今言いましたね、選抜と言いましたよ。なので全員は無理です。え、なんで1回目からなんかちょっとギスギスした。もうここから、はい、今日から多分もう二度と来ない人も出てくると思います。それぐらいのつもりでいてください。はい、一応楽しくやる中にも真剣さがないと、うん、やっぱりそれだけこうカートっていうのはすごいもんだぞっていうのを伝えたいところもあります、うん、すごいな。はい、そういうことなんでございますよ。これで今皆さんもね、気合い入ったと思いますんで、はい、今日のちょっと説明を、ルールをちょっと説明させていただきます。それでは今回のレースのルールを説明しましょう。1人3周のタイムトライアル、トーナメント形式でバトルを繰り広げていき、上位3人を1軍、4位から6位を2軍、7位から9位を3軍、10位以下は補欠とします。10位は4位まではバトルで決定し、5位以降は本戦でのタイムで決定します。この成績をもとに4月11日に行われる走る天下一武道会へ出場するメンバーを決定します。ちょっとだけ集められて、はい、バゲット選手、はい、金丸優選手、はい、でさっき最後の光選手もね、はい、あれだし、はい、勝つも元レーサー、元レーサー、はい、でも関係ないです。あ、でも2軍争いを頑張ればいいんですか。いや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 、1軍に目指してください。その1軍を目指してください、はい、1軍を目指してほしいです。これはあの体重のハンデとか、今から痩せれる方はぜひ痩せていただいて、ぜひ頑張って痩せていただいて、一応松岡修造大のトレーニングがありますから、はい、お願いしていいですか。5分で10キロ痩せれます。そうですか、はいはい、これが正解です。ということで、これからトーナメント形式になっていきますので、まあ、カードの取得はもちろん運もですね、必要になってくるということで、はい、まずは皆さんにですね、練習走行、それはしたいですよね。したいです、もちろん、もちろん、もちろん。練習走行の時間はありますし、まあ、見てください、今日はもうね、ベルトのバケット選手も来てらっしゃいますから。やばいっすよね。バケちゃん、バケちゃん、ちょっと、静かに、静かに、あんまり大きな声で、大きな声で。なんか、今日売れようとしてません。これぐらいじゃ売れないですプロデューサーだから。ということで、改めて皆さん、練習走行に見ます。皆さん、今日、頑張るぞ。今からバケット選手が走られるみたいなんです。そう、これ、あすげえ。一番ね、すごい。はい。何よりすごいのが、37秒3人を同じ出したっていうその再現度の高さ。すげえ YouTube やな、じゃあこれ。いや、これ YouTube じゃないよ。YouTube じゃない、もはや。これ違う。いや、これ J スポーツだよ。もはや。お前 J スポーツが出そうんだよ。出そうですね、うん、しか見れないですもんね、本来このああいう選手はね、こういう企画をやるのは。